はい、皆さん、大型連休どうお過ごしでしょうかということですね。まあ、連休はね、ゆっくり家で過ごすのがいいですよね。どこ行っても人が混み合ってますしね。まあ、優雅に家でゴロゴロした方がお金もかかんないしですね。いいですよね。この連休中にですね、ビットコインが結構上がってきましたね。一時期の下落の30何万円というところから約2倍になっておりますね。64万円ぐらいいってますね、今ビットコインはですね。で、ビットコインの期待上げていくことで、まあ、期待されてるんでしょうね、ビットコインは。やっぱり、まあ、ETF の承認されるかどうかっていうところですよね。そこで期待されてまして、まあ、そこが承認されると、まあ、証券化されることによってビットコインが買いやすく、安全に買いやすくなるということですよね。銀行や証券会社で気軽にビットコインが買えるっていう時代がすぐ来る可能性はありますよね。またビットコインはライトニングネットワークっていう、そういう技術がありますから、それが普及すればですね、送金手数料も安くなりますし、送金の速度も速いですからね。ビットコインは資産、価値の保存だけではなく、リアルのお金として使うことも可能になってきますよね。ビットコイン無敵説っていうのがありますからね。まあ、これは非常に注目ですよね、ビットコインはね。で、イーサリアムなんですけど、イーサリアムもまあまあ上がってますよね、1万8000円。これイーサリアムはスマートコントラクトですよね。まあビジネスで何かの利用で普及が期待されてますから、またイーサリアムを使ったトークンがたくさん出てますからね、今のところ。で、そのトークンを買うためにイーサリアムを使いますから、イーサリアムっていうのは今は下げてるんですけど、そのトークンが、いろんなトークンが今後爆上げしたりなんかすると、結果的にイーサリアムが一番上がるかもしれないですね。一番上がるかもしれないですね、イーサリアム。3位のリップルなんですけど、リップルは銀行送金に優れてるということでね、リップルネットワークがあるみたいですね。北尾さんなんかはリップルのね、SBI の北尾さん、リップルの役員になったりして積極的に進めておりますよね。今後銀行の送金がですね、どんどん安全性が認められて、どんどん活発になっていくことによって、リップルの価格が底知れなくなってきますよね。どんだけ上がるのっていう感じですよね。恐ろしい限りであります。で、4位のビットコインキャッシュ、これの最近の上がり方が激しいですよね。ちょっと前まで8000円ぐらいだったんですけど、3万3000円になってますね。今だって12.12%超えになってますし、まあ、ビットコインキャッシュはですね、まあビットコインの進化版と思っていいと思いますけどね。ビットコインキャッシュは、まあ送金手数料も安いですし、送金速度も速い。まあ決済として優れてますよね、ビットコインキャッシュ。
まあこれは上がってもいいと思いますけどね。ビットコインのお金としてね、期待できます。ライトコイン、5位のライトコイン、イオス。7位にバイナンスコインっていうのがありますけど、これも上がり方がすごいですよね。最近は。まあ、過去最高値を超えたんですよね。ビットコイン、バイナンスコインっていうのは。単なる、バイナンスという一つの取引所の独自のトークンなんですけど、それが7位に、仮想通貨の7位に食い込んでるっていう、どんだけすごいなっていう感じですよね。やっぱこのビットコイン、バイナンスの戦略がまた優れていますよね。バイナンスコインを500バイナンスコインを持ってることによってアフィリエイト報酬が2倍になるんですよね。皆さんちょっと調べてググってみれば、いろいろ、まあ記事がヒットすると思うんですけど、アフィリエイト報酬が20%から40%になるということですね。そういう戦略もあって上げていますということですよね。500集めるのは結構お金いりますよね。結構いるんですよね。今上がっちゃってるから。ちょっと前まで6分の1ぐらいだったんですけど、今のね。ピューって上がっちゃいましたね。あと、8位テザー、9位ステラー。ステラーも人気ですね。落ちないですね。まあ、IBM が後押ししてますから、ステラーは。IBM がステ、IBM という人は世界の銀行の9割をですね、のシステムを作ってますからね。そこが、ね、タッグを組めれば、ステラーもすごいことになると思いますけどね。10位のカルダノ、これも期待ですよね。で、ビットコイン、イーサリアムに次ぐ第3の、コイン、カルダノなんですけど、まあ、今どこ10位に甘んじていますけどね、今後上位に食い込むかどうかというところなんですよね。今、市場の評価としては、まだ認知されてない、冷ややかっていうわけではないんですけども、まだ実力が表に出ていないといったところでしょうかね。まあ、技術的にはビットコインやイーサリアムよりははるかに優れているというところですよね。これが、まあ、いろんな進化を届けてるんですけど、今後、年内にですね、シェリーっていうのがですね、アップデートされてるんですよね。カルダのエーダですね。このセリーがですね、完全に、非中央集権化になるということで、誰も管理できなくなってくるんですよね。いわばビットコインと同じですよね。ビットコインの進化版になってきますから、これはすごいことが起こると。ね。思いますよ。あと11トロン、12位モネロ、13位ダッシュ。この12位、13位モネロとかダッシュとかいうのも、これ匿名通貨ですから、かなり今後はですね、期待できると思いますよ、モネロ。未来にはですね、将来的にはこの仮想通貨やり取りが匿名通貨で行われる可能性が高くなってきてますから、このモネロ、ダッシュなんかっていうコインがですね、将来的に
かなり活躍する可能性が出てきてますから。ということで、まあこういうふうに考えていくと、どれも欲しいですよね。どれも欲しいですね。どれも欲しいですね。どれも欲しいんですけど、まあどれが一番上がるかっていうのは分かんないですよね。いつ何時忘れた頃に上がりますから、そういうふうになってますからね。まあちょっと余剰資金で買っといて、上がっても下がっても気にしないと、長期で保有するというのが一番ベストな方法なんじゃないでしょうかね。ということで、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。